ジオ始まるよ。皆さんこんばんは。1月31日水曜日、今月最後ですね。時刻は夜9時を回りました。 79.7MHz FM ギノワン、毎週水曜夜9時は今週もフリムーンラジオの時間です。お相手は私ナルトです。よろしくお願いします。よし。そしてはい、今日は一言言わせてください。はい、先週金曜日、はい、飲んで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 の那覇市松山のど真ん中に金曜日財布と携帯を置いて帰ってきてしまいました。はい、翌日刺したところが、道の上、はい、そして私の記憶で断片的に残っているのが、一人一人区切られたカウンターのようなところで蕎麦を食べた記憶がラストの記憶でございました。はい、そう、那覇市松山夜8時からオープン、すすり場さん、沖縄そばのすすり場さん、私の携帯と iPhone を優しく包んでくれて本当にありがとう。土曜日8時まで生きた心地がしませんでした。また今度センベロの後にすすり場さんに行こうと思います。今夜もよろしく、ホワイティニュージャンです。よろしくお願いします。よかったですね。スマホを忘れて翌日ちゃんと見つかったということで。ありがとう。はい、さあそれではもう一方はこの方です。はい、ですね、20歳の成人式の月、ちょっと86で港でみんなでドリフトしてました。はい、今時効です。成人式記念で成人式記念で、はい、宮古のね、キャドロのね、漁港でね、ドリフト大会を3台でやってました。自分の86と高志の、ジャパンとあと1台、KP61 で、うん、ね、3台でね、楽しかったですね。今なら撮影されてるね。はい、今ならもうちょっとご用になってますね。はい、スカイラインとスターレットでね。はい、86は86、ね、俺の86もだよ。はい、はい、エコザイルです。お願いします。さあ、前置き長くなりましたけれども、今日も素敵なゲストさんを呼びしています。この方です。はい、こんばんは、はじめまして。はい、宮古島出身、今年成人迎えました。はい、狩俣龍馬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕らより、年齢半分以下でございます。はい、そのようでございます。はい、ヨガヨなら確かに僕も、これくらいの年の子供がいたかもしれないみたいな。ダディ無理でしょう。ヨガ4ならですよ。ヨガ4ならです。はい、ダディ、これだけ泡が好きだもん、無理だわ。はい、それ言われると否定できないんですけど、うん、はい、まあそんなですね、狩俣龍馬さん、はい、ね、これだけ聞いたら何をしてるかって分からない方もいらっしゃると思います。何をやられてるんですか。はい、実は宮古民謡を歌ってます。歌者の方をやらせていただいてます。そうなんです。はい、ね、皆さんこれ聞いたら分かるかもしれません。はい、昨年のラジオ沖縄主催の民歌大賞で、はい、奨励賞を受賞しました。そうなんです。ありがとうございます。そして今年も、はい、出場します。はい、これさっきね話したんですけど、実はこの、FM ギノワンには去年辞められた、京都に戻られたんですけど、田辺由紀さんっていう、はい、歌者もやられてる方がいらっしゃって、うん、その方も今年三歌大賞に出るというふうに聞いてますんで、うん、はい、そんな中、ライバルとなる人をお呼びしたということになります。なんでいいやん、同じ三振仲間です。そうですね、そうです、そうですね、そうです。エコさんも三振、はい、ね、仲間です。俺の場合は飲みながらしかやらんけど。はい、ということで今日は狩俣龍馬さんをお迎えしてお届けします。はい、この後9時30分ぐらいからまたゲストコーナーでいろいろとお聞きしたいと思います。さあ、それではまずはオープニングトーク、エコさんです。いや、さっき言ったよ、出るせよ。まあ冗談だけど、はい、今日はね、新成人の龍馬さんを呼んだんで、はい、自分たちの時どうだったかなと思ったら、やっぱり夜はそうだったんですけどね、はいはい、その後はまあ飲みに行ったんですけど、はい、まあ、その前の成人式としてね、うん、自分たちの前までね、なぜか高校の卒業式と成人式は、はい、3つ3種の神器があってね、はい、皆も知ってる、
メリケンコ、生卵、爆竹という3種の神器があったんですが、自分としての年はあのお利口さんになってね、はい、爆竹だけに抑えました。あの50歩100歩ってこれをこと言うんだよね。いや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 、だけどね、わざと車の下に投げ込んでね、爆竹をね。みんなビビるという。まあ今は懐かしいんですけど、でもね、自分たちの世代って那覇とかね、どこも大荒れでね、うん、自分たち本当優等生でしたよ、それを考えたら、はい、爆竹と、はい、あとはなぜか知らないけど、自分たちの時にシナ J と言って、シナイを J ウォークみたいな感じで車で流すというはい、シナイね、田舎なので宮古は、はい、市街地、平原市街地を成人の記念に、だけど暴走族じゃないですよ、おとなしいんですよ、孵化したりしないで普通にやるんですけど、まあちょっと箱乗り気味なところまではやるかなって感じ のパレードということですか。パレードです、はい、はやります。ただこっちのゾッキーと言われる世代みたいに孵化して騒ぐわけじゃない、はい、みんなで楽しみながらドライブをするというのがありまして、はい、終わった後それをずっとやった後、なぜか知らんけど夕方ぐらいにンキャドラの漁港に、ニカドリのね漁港らへんにみんなで集まってね、ドリフト大会をするんですよ。だけど警察もまあ騒がなければ暴れなければいいということで、まあ黙認されてたんですけどね、はい、自分たちの前の世代の先輩としてなんか海に落としたらしいですね、記念にね。Z31 を、あ、もったいない、はい、自分たちの時はみんな運転うまいんで、安全運転で、ちょっと八の字書いて遊ぶぐらい、ドリフトでね、それぐらいやって、まあ、楽しいなと思ったんですけどね、その後、夕方もう7時8時ぐらいから一旦家帰って7時8時ぐらいからまた市内に繰り出して、はい、日が明けるまで、夜が明けるまで飲んだ記憶しかないんですよ。今の人たちどんなかなと思ってね、龍馬君、龍馬さん。そうですね、でも似てるところはやっぱり今時はあれですか、軽自動車を、うん、いやいや、だパレードはしないでしょ。パレードはないんですけど、パレードはないけど酒でしょ。そうですね、伝統のイラ、はい、イラ、宮古山のイラ。そうですね、もうお通りという文化を、うん、引き継いで、そこはしっかり受け継がれてると。した回しましたね、はい、朝神な、相撲手紙、朝神。ちなみに宮古島市としてやるんですか、成人式。そうですね、全体でやります。ね、そうそうそう、僕も沖縄来て知ったんですけど、沖縄だとなんか中学校単位とか、うん、というか、学校単位とかやるっていうところもあるみたいです。宮古はね、離島なので、うん、大体今も5日になってる、5日ですね、1月5日、5日でやってます。にまとめて全宮古を書く、まあ、昔の拠点みたいな、ね、なってるところで、はい、多分今バラバラでやってるでしょ。式典自体はもう一つでやる、一箇所で、はい、昔のピサラの方で、ピサラ、ですね、今はもう空港のところで、なんか変なドームがあるっていう、GTA ドームですね、はい、そこで今はやってますね。あっちで、はい、歌った、歌いました。あ、いやいや、さすが。そりゃそうでしょ。すごいですね、やっぱり成人代表みたいなね、はい、あ、ドームか。俺の時はもうまだ学区で分かれて、あ、町で分かれてたから、グスク、平良市と、あと伊良部町、グスクベ、上野、下地で各ところで、公民館みたいな、公民館というかそのセンターみたいなところがあって、そこで集まってやってたけど、今は一つなんだ、宮古島市だから。島市でやってますね、全体で。入る？一応入る。入ります、一応。いやもうね、はい、ここまでね、本当に多分一番笑ってるのは、エコさんと、ギネスさんだと思います。ここまでの話で、懐かしいわ。いや、ギネスが、あ、同級です、ね、あごブーレア、ギネスと、はい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 、こっちは自動車科の、あ、同じ高校、同じ高校、はいはい、自動車科で、
俺は電気か。電気か。で、同じ高校だったのをこのラジオで知るっていう。そうそうそう。いや、顔見て、あ、あば、うわなんて。そんなのもね、あったりするんですよね。だから、わかりませんよ。あの、ね。どこの、うん、どこの集落でどこどう遊んでたか怖、うん、はいはい、ね、ね、ギネスさん後輩ってよ、工業ってよ同じ工業ってよ同じ工業、はい、さあ今日は先輩風を吹かすコメントが見られるかもしれませんね楽しみですね、はい、はい、さあそれではいいですか、オープニング終わりますね、はいはいはい、では今日のメールテーマを発表したいと思います、はい、今週のメールテーマはこちらです。成人式の思い出ということで、ちょっとね、週は若干ずれたんですけど、うん、この週に成人式の思い出っていうテーマにしたのは、ね、あの今日のゲストさんがちょうど成人式を迎えたからという、はい、うん、ギネスさんからすぐにちなみに何かめちゃくちゃ聞いてくるめちゃくちゃ食いついてる。電気化です。はい、ギネス、ギネス勝った。これ勝ち負けなんですか。どういう勝ち負けわからん。はてなマークだもん、はい、ということで、成人式の思い出、こちらまでお寄せください。うん、メールアドレスは、moon@fmgino1.com。この番組専用のアドレスです。moon@fmgino1.com です。この番組は、ツイキャス、YouTube で映像と音声を同時、ネット配信しています。YouTube、ツイキャス、それぞれのトップページから FM ギノワンと検索してチャンネルを登録してそちらからご覧ください。そしてどちらにもコメント欄があるんですけれども、この番組ではツイキャスのコメントのみを常時見ております。コメントでわちゃわちゃ楽しみたい人はツイキャスでのコメントをおすすめしております。そしてこの番組では引き続きスポンサー様を大大大募集しております。月3000円で CM が流せます。提供読みもさせていただきます。ぜひぜひ個人法人どちらでも構いませんのでお待ちしております。さあ1月もですね、この方々へのスポンサーということでありがとうございます。提供読みを読ませていただきます、ちなみに今のねスタジオでは今日が最後の放送、このね明日から回収入りますんで、はい、はい、ですね、で、ちなみに、第1週目2月7日はフリムーンも、はい、放送お休みで再放送になります、はい、去年の12月27日の飲んだくれ放送、はい、飲んだくれのね、カミカミ島餃子のもう出来上がっててね、その日にゲストを呼びしたっていうのもねしかも楽しかったよね、あの出来上がりっぷりね、ポール比嘉さんだけど、しかもビール一ケースを、ね、差し入れいただくっていう、差し入れて半分飲んでたもんな本当にいや、こっち入る前に一パックなくなっちゃったよ比嘉さん一人でやばだからもう楽しい、はい、絵でね、すっごく出来上がった放送が、はい、そんな中をお送りした放送を来週はお送りします。そして、裏でこの来週の、ね、うん、水曜日の方で裏で僕の個人ツイキャスでちょっとコメントライブしますんで、うん、あ、頑張ってね、そのラジオ聞きながら皆さん、うん、わちゃわちゃ話しましょうということで、頑張ってね、はい、頑張ります、はいはい、ごめん、うん、俺はもう飲んでるから無理だナルトラと来週の水曜日夜9時ぐらいは検索していただければと思います、うん、さあそれでは改めて提供スポンサーをさせていただきます。この番組は神奈川県北部といえば相模原、相模原といえばソラシドおばさん、ソラシドおばさんの会社といえば神津土地、エコザイル様の運送会社です NS 配送、ある時はマンスリーゲスト、ある時はバンドメンバー、ある時はイベンター、ある時は本屋さん、その正体はラッパーのジャパナ、エコザイルさんのアグです。アグと言ったらいじるよ、ラジオネームギネス、家族の笑顔にマーサンド、カメカメ島餃子、いつまでも女の子大好きなリスナーです、ラジオネームかっちゃん、フリムーンファミリーの提供でお送りいたします。すみません、あのかっちゃんさんごめんなさい、CM は、再来週から流しますんでよろしくお願いいたします。それでは CM です。
メガネに青いキャップちょい太め、そんなアワトラをいじるのが好きなリスナーさんいらっしゃい、フリムファミリーも待ってます。フリムラジオFM ギノガンからフリームラジオをお送りしています。今日はね、ゲスト狩俣龍馬さんをお迎えしています。またこの後、はい、9時半頃からゲストコーナー行きたいと思います。そしてあのツイキャス YouTube ではあのこの CM 中に僕は T シャツの裏地を、見せたんですけれども、裏をね見せたんですけれども、あの今週はあの僕、FM ギノガンオリジナル T シャツを、着て行ってますんで、はい、あのマナティがデザイン、したと。かっこいい。ちなみにおいくらですか？5000円です。お、でも、でも本当にじゃあお金で助けに買おう。あ、あとまだあるのかな、もう、あ、もう1枚ない、1枚あるかないかぐらいの話をしてたと思います。じゃあもう縁があったらだね。でも今、はい、あの他にこのロゴを入れたマグカップとか、うん、なんかいろいろあのネットショップやってるらしいんで、うんうん、始めてましたね、うん、FM ギノガンさん。あらすごい、あらまあ、いつの間に主戦どんなりよったですので、FM ギノガンのね、はい、ネットショップをまた検索して探してみてください、はい、さあこの時間ツイキャスコメント、ね、たくさん今日もいただいています。ありがとうございます、ではいきたいと思います。まずは、はい、埼玉の郷さんです。ナルトワさん、エコさん、ホワイティさん、ゲストの狩俣さん、リスナーの皆さん、こんばんむー、うん、月末の男、埼玉ですという。月末の男、ありがとうございます、はい、そしてギネさん、こんばんむー、うん、沖縄大好きさん、こんばんむー、うん、埼玉の郷さん、え、ゲストもう一人いるの、三原純子、好きだね、違うやし、好きだね、もう毎週ありがとうございます、何この絡み、はい、ね、そして、高保さん、こんばんむーん、アジアカップで大変です。いやもう今ねサッカー、ね、日本代表の試合やってます、ね、もう集中できる方よろしくお願いします。そしてちなみに埼玉の郷さんと高保さんのアイコンが全く一緒です。なんか鬼滅の刃のなんか直前仕様みたいなんで、みんな変えてる人多いですよね今ファンの方が。なるほどね。ということで、同じです。かぶってます。はい、そして、カンボイさん、ナルトヤさん、エコさん、ホワイティ、ヨナバルさん、ヨナバルフライング、ユナちゃん、うん、あ、これあの、ね、あのオープニングの、ね、歌を歌ってる人ですよね。皆さん、こんばんムーンライト伝説、ナルトヤさん、うん、今年からナルツバにならないから裏切り者にならないね。これ、あの阪神ファンなんですけど、うん、ヤクルトのキャンプの仕事、あのライターの記事で、うん、ヤクルトのキャンプ取材をここ 2,3 年やってまして、でちょっと裏切り者というふうにね、うん、ツッコミを受けてたんですけど、今年はもうやめたからね、はい、実は今年もやらせていただくことになりました。おおし、裏切り者だ。魂を売って、ヤクルトキャップかぶって取材してきます。うわ、そしてヤンポーさんもこんばんむーん、ヒンガさんこんばんむーん、西上さん、皆さん、こんばんむーん。そして、ね、コメントでは、ホワイティさんのね、スマホなくしたという話で、皆さんね、はい、あらあらと記憶飛んだとかね、飛びました、いただいております。飛ぶまで飲んでなんぼでしょう。ホワイティさん、一人で飲みに行ったの？いや、会社の人と。はい、だそうです。そして、リオチさん、こんばんむーん。あ、これ言うの忘れてましたね。今日、先週ね、僕ら二人、リオチさんが所属する ID クリニックのバンドの、ライブに行ってきまして、うん、で、CD も買いましたんで、この後流します。番組後半で、うん。はい。シャイニングロードってね、ファーストシングル流しますんで、また楽しみにしてください。そして、ヒンガさん、うん、俺もドリドリしてるよって。今も現在進行形でしょ、これは。ヒンガーさんのあれ、潜る方のドリドリじゃないか。潜ってってんじゃないか。ドリフトするんじゃなくて。はい、そして、ミスジタンさん、うん、お色気ムンムン、こんばんムーンって、あれあれ本当、あれあれって何でしたどうしたはい。そして、TM ラさん、こんばんムーン。埼玉郷さん、うん、同い年、誰と同い年なんでしょう。まさかゲスト？え、ねえ、もう、ね、え何歳のお子さんがおられるんでしょうか。坊さんあれか隠し子説か。二十歳ということは、二十歳の子ということは。だって、ああそういうことか。坊さん、
あれバレちゃいましたね。読谷町の奥さんに言おうかな。うわ危険。そしてヤンキチさん、はい、成田さん、エコさん、ホワイティさん、龍馬くん、こんばんむーということでありがとうございます。ギネさん、コメントでいただいてます。成人式の思い出、うん、正月に風邪ダウン、都の成人式に出席後、熱がぶり返して再びダウン、お祝いのごちそうが食べられなかった。那覇の成人式の日にはバイトしてた。あだから多分あの那覇で仕事してて、うんうん、都でも成人式出て、うん、那覇でも成人式に出ようと思えば出られたってことですか、うん、もしかしてね、うんはいはいはい、でも那覇には行かなかったということですね。バイトしてたから、バイトか、はい、うんはい、いやそして、ヤンポさん、RBC、これ出てくると思いました。RBC の狩俣凛太郎アナウンサーと関係あるねって。ある、はい、全くないですね。ないか、まあ、偶然ですね。でもね、下松だよ。どこか辿っていたら薄く繋がるね。それは都はあるあるですね。多分そうかもしれないですね。繋がっていったら、うん、薄く繋がるのよ。ナノレベルぐらいでちょっと繋がっていくかも。あの、はい、自分もサタブラザと繋がってるんですよ、うん、ナノレベル辿っていったら、ナノレベルで、もうみんなそうそうそう、帰った時に話したら、うん、長政はね、ストラドは、うんうんうん、隣長北さんはね、うん、繋がってました。おばあ方の方で。すごい、すごいですね。怖い、はい、怖いですね。怖いな、怖い、はい、ね、はい、はい、そしてかっちゃんさん、エコさん、ナルトさん、ホワイティさん、ゲストの龍馬さん、リスナーさん、こんばんむーん、ということでありがとうございます、はい、そして、エコさんの場合は、うん、三歌大賞じゃなくて飲み屋大賞だね。そうだね。俺飲み屋好きじゃないのよ。家飲みが好きな方だから、ね、家飲み屋大賞だな。そう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 ということで、じゃあ、はい、りょうま、後でね、はい、行こうね。後で怖そうです。そしてね、ギネスさんからね、今も出ましたね、久松出身です。そうです、出身は久松です。、はい、聞かれてる、はい、めっちゃ聞かれてる。みやこのどこね、全部聞かれそうです。聞かれるね。お母さんの名前とか聞かれる。そうですね、うん、はい、そして、うん、カーフボーイさん、ってことは、うん、去年1回、森和子さんと、うん、あ、ノーリエさんとの絡みがあったってことか、うんうん、絡みましたね、はい、宮古島の言葉面白いよねって、もうあっちの方も宮古の言葉上手で、そうなんですよ、本当に。誰が森和子さんが。は、急に宮古普通できたから。だから多分やっぱり、ね、宮古民謡を歌う機会もあるかもしれませんね。だからちょっと覚え、本当に覚えて覚えたんでしょうね、本当ね、だろうね、はい、うん、そしてミスジナさん、エコさんの時代は成人式に急性アルコール中毒者が多少発生する時代でしたよね。あ、はいはい、俺は記憶ないな。そういう記憶はないな。宮古にはいないんじゃない。ないかもしれない。内地は多いけど、ね、あ、そうなのね。はい、あ、内地は多いんだ。内地多いよ。あ、飲めるからって解禁して、限度は絡んで飲んで、置いてかれちゃって、冷たくなっちゃうみたいな。あ、いや、怖い怖い怖い。はい、おやおや。そして、おやおやで終わらない。ここはね、中学高校からちょっと練習するはずだからね。うん、そうですね。一応鳴らしておきましたね。危ない危ない。これ鳴らした方がいいかなと思いました。ダメだぞ。はい、やりとのみんなダメだぞ。、はい、そして T 山田さん、型式やっぱ車が好きな方なんで、KP61 は懐かしすぎてっていう感じ。そして、ギネスさん、特攻服着て成人式に向かっていたらしい属者が、パトカーに、泊まれ、島の駅宮古ってあるんですけど、そこで捕まってたと。じゃあこれは龍馬の世代だな。そうですね、龍馬さんの世代です ね、はい、島の駅宮古がある時点で結構最近の話ですね。最近もう多分、これあれだろう、多分 2,3 年前から来た今年の話だろう。もう最近の話なんだね、これ、ね、そうですね、はい、まだいた、いますね、まだいる、ね、久松区外からちょっと市街地寄りのところにありますね。そうですね、ちょうどね、そう、あの久松の隣に区外って知らなかったんですけど、僕行きつけの宿が区外にあるんで。はい、まあ、大体わかります、うん、なるほどね、はい、ヤンポーさんは政治に参加してません、うん、またメール読みましょう、はい、ギネスさんも中央公民館だったなと。あ、やっぱりそうそう、市内はまとめて中央公民館、グスクベは産業何かという、何か改善センターというところ、役場のちょっと手前側の、うん、はい、そして西壁さん、私の地元、福岡の方ですけどね、成人式はちょいあれだったのを思い出します。成人式よりも同窓会が良かったなっていうことね、終わってから、ね、かもしれないですね、うんうん、はい、アッキーさん、成人式という名の白い粉が出る、うん、回るという沖縄、合法的な白い粉なんですよ、一応言っておきますよ。本当に
沖うちの言葉でメリケンコと言いますね。普通にね売ってる、普通に売ってるメリケンコというやつですね。合法的に単価が安い方です。そうそうそう。一旦ちょっとアッキーさんのコメント続けますね。、はい、成人式というとこの日以降会ってない中学時代のクラスメイト、うん、確かに、はいはいはい、うん、僕らの世代だとそれ以来に会うのがFacebook のおすすめ。出てくる。ポコって出てくる。ポコって出てくる。おって。そう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 。たどると出身学校一緒。そう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 。おって。あるあるある。そっか、俺なんかは去年になる？一昨年になるか？去年だよな。こっちで正常の同期会やったわけさ。あ、ありましたね、言ってましたね。だけど半分は来てたからすごいと思います。すごいですね、はいはい。さあ、そしてカーボーイさん、成人式の時は普天間神宮の前の衣装屋さんで袴を借りて4人でお揃いのやつ、うん、その隣の写真館で写真撮ってもらって、普天間神宮の中で撮って市民会館に行ったら雨降ってきて地獄だったなと、アルバムは写真に入れて保存してるということですね。うん、隣のということはまゆうさんのところかなって。ね、この番あの昨日の番組やられてるまゆうさんって普天間写真館っていう写真館営まれてますけど、はい、多分ね、懐かしいね。はい、ね、そして雨最悪だな、レンタルしてるね。本当そうですね、濡れたらよって。さあ、そしてね、はい、コメントもいろいろこの後もいただいてます。じゅんじゅんさんもこんばんむーん。はい、そして、あとはいろいろと、うん、ギネスさん、うんうん、自分も、世代をたどっていったら仲間行きに当たるよ。チンしときましょう。もう名のレベル超えたね、もうギネスさんと仲間行きってミサイルどうしたらいいの。どうしたらいいの。ミサイル特にだいぶ飲んでるね、もうね。絶対飲んでるよね、こんなこと言って、それ以上にいつもね、うん、コメントいただくあの方からのコメントがないんで、もう寝てるんじゃないですかね、酔いつぶれて。なるほど。はい、そしてもう、はい、カーボーイさんもう一つ、うん、久松といえば、下地勇さんの関白宣言を都府津で歌った歌があるでしょうね。今どこ歌ってるのか全く分かりませんって。あ、俺なんかも分かるけど、訳せない、うんはい、早すぎてよ、特に勇さんのはい、うん、そうですね。あれ訳してる間に次から次にどん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 歌詞が進んでいくから、あばって、うん、絶対なるよ、はい、あれ、ゴーさん、僕も14年前からバレーボールで仲良くしているひららの女の子いるけどさ、言葉わからない時ある。うちの口、本当の言葉でデージっていうの、大豆っていうんですね、宮古の。大豆、全然違います、本当に外国語かと同じ別々の外国語かって思うのが違いますよね。うん、まともだけどな。いや、まともは普通だけど、別にあの、ね、まともじゃないとは言ってないんですけどね。いや、普通に目靴で物見てるだけで、ね、標準語かと思ったんですけどね。でも標準語より言